皆さん、こんにちは。今回は角換わりの将棋なんですけども、まあ、この展開で自分は何回勝ったかわからないっていうぐらい、かなり勝てる展開があるので、それを紹介していきたいと思います。まあ、過去に動画でも上げたことはあるんですけども、まあ、こう、また改めてっていう感じですね。まあ、こんな感じで自然に、まあ、一定損角換わりの出だしですね。ただ、ま、この展開は角換わりでも狙えます。まあ、相手の方が早くリギンできた時に使える、こう、指し方で、 こっちは腰掛け銀にしていきます。相手の方は玉だと危ないので、こうこ,こで玉を囲ってくることが多いんですけども、この符をついて、で、次に6号符とさらに符をついて、銀を追い返す手を狙っていきます。相手の方としては、銀を追い返されると嫌なので、ここで7号符と7筋の符をついて、攻めてくることが多いんですけども、そこで同符と取らずにこう強く対応していくっていうのが、ここでの指し方になります。 歩を突いてくる手に歩を突く手があって取ってくるんですけどももう銀を取ってしまって相手の方も7七歩なりと銀を取ってくるんですけどももう無視して歩をなってしまって、まあ、当然7八と金と金を取ってくるんですけどもそこで6四角とこう飛車取りに角を打って攻めていくっていうのが狙いですねまあここでもし相手の方がこの局面で何か受けてきたらこちらは7七のと金を取り返せばいいのでまあ取ってくるんですけどもこれが先ほど言った6 4角で これ、飛車取りと次に5三角なりと右側になる手も狙ってます。結構どちらも厳しい狙いで、こちらとしては、こう、両方厳しい狙いで、で、両方受ける手はないので、させると見てるっていう局面ですね。ただ、これ次に8二角ないと飛車を取れると、まあ、はっきり良くなるので、相手の方としては飛車取りを受けたい局面ですね。飛車取りを受けて、まあ、5三角なりとこっちに、こう、右側に並れてしまうんですけども、 そこで玉を逃げておいて耐えきれるかっていう勝負になります。まあ、飛車取り受けるんですけども、ここでどう受けるかですね。単にここで急二飛車と飛車を左側に逃げて、こう受ける手も考えられますし、あとは7三歩と7筋に歩を打って、こう角の利きを遮断するような手もあります。あとは8四飛車と縦に逃げるような手も考えられるかもしれないんですけども、ただ縦に逃げると守りに効かなくなるので、ちょっと相手玉が危なくなりますね。 なので結構この局面になると急に飛車と飛車を左に逃げてくるか7三歩と7筋に歩を打って受けてくることが多いですね。まああとは一回6八銀とこちらの玉に大手して迫ってくるような手も考えられます。まあいつでも6八銀とこう銀を打って迫ってくる手はあるんですけども基本的に4八玉と右側に逃げておけばこちらの玉が詰む、むとかではないので大丈夫です。ただこの局面、まあ、後でも出てくるんですけども こう7八飛車と、こちら、と金を取る手があるので、相手の方としては、このあたりで6八銀と大手をしておく方がいいとされてます。6八銀と大手したら、こちらは4八玉と逃げるんですけども、そうしておけば、こう、こちらから7八飛車とと金を取る手が消せるので、このあたりで大手しておいた方がいいっていうのは言われてますね。ただ、銀の大手をしてしまうと、こっちの玉に、こう、右側に逃げられてしまうので、 風打ちも自然なんですけども、こちらは角をなって歩を打って攻めていきます。これ金がどこに逃げても5、5 2銀と打っていけば、実は相手玉が詰みになります。この歩はもちろん、こう、金取りっていう意味があるんですけども、それだけじゃなくて、こう、相手の飛車の危機を、横利きを止めてる意味があって、相手の飛車の横利きがなくなれば5、5 2銀と打って、ま同、あ、金に同と,とと迫っていけば詰みなので、そういう狙いがあります。 なので、相手の方は金を逃げずに、こう、金を寄って、こう、馬取りにしつつ受けてきたんですけれども、こちらはもう金を取ってしまって5、5三金と馬を取られてしまうんですけれども、同音と取り返せるので、まあ、こちらとしては十分戦えるかなと思いながら指してました。この局面は結構、こう、先ほどの展開に踏み込むとこんな感じになることが多いんですけども、こう、結構相手玉がこう、危険な形で、 こちらとしては、このトきだったり、持ち駒の金銀を使って迫っていくっていう分かりやすい狙いがあるので、結構勝ちやすい局面かなと思ってます。本譜はここで、まあ、この局面次馬逃げられるとまずいので、取ってくるんですけども、まあ、こちらはどうとと取り返して、こう自然に金を取りつつ、トきを活用していきます。ときんが使えるのは大きいですね。相手の方としては、何かこう攻防の手、まあせっかく角があるので、 角を持っているときは結構攻防の手が差しやすい。まあ、自陣に効かしつつ、こちらの陣地、相手陣に効かすみたいな手が差しやすいので、そういう攻防の手を狙っていきたいところなんですけども、角を打って攻防に効かしてきましたね。これはま、と金取りにしつつ、まあ、こっちの陣地狙ってるんですけども、本譜はこちら銀を打って、 まあ同飛車は同とでこう大、手大手で迫れるので、銀を打った手に逃げてきたんですけども、まあ、こちらとしてはここで4三と金みたいな感じで、と金を活用して攻め合いに行きたい気持ちもあるんですけども、まあ、相手の角がこっちの陣地に効いているので、次6八銀とこう、手をされると、4八玉とこう逃げたときに5七角なりみたいな感じで、こう、こっちの玉に迫ってくる手があるので、一回と金を取りました。 これに対して相手の方受けるなら5三角とこっちのと金を取る手が考えられるんですけども、それには4三銀なりとこう相手陣にいる銀をこうなって攻めていく予定でした。まあその局面は結構角取りですし、まあ次に頭金を打って詰ましに行くような攻めもこう狙っていける局面なので、相手の方としてはちょっと気持ち悪い局面なのかなと思ってました。 でまあ先ほどちらっと言ったんですけどもこういう7 8飛車とと金を取る手がこちらに残るので、まあ、相手の方としてはどこかで先に6 8銀と大手をしてくしておく手もあったっていうところですね格好になってきた手にと金をこちらは寄りますこれ次頭金を打てば罪みなので相手の方は何か受けないといけない局面ですね、まあ、こちらの玉まだ詰まない形結構相手の馬がこっちの玉頭にいて気持ち悪い格好なんですけども 飛車の横利きが強い、すごく強くて、で、つまない形になってます。相手の方は一回銀を取って受けに行きましたね。まあ、これ次頭金打っても同飛車と取られてしまうので、同とと取っておきます。ただまあこうしておけば、まだ相手玉危険な状態ですし、こちらは先ほど言ったみたいに、こう死の横利きがすごい効いてるので、すぐ寄らない形ですね。結構この飛車の横利きがすごい効いてるから寄らないっていうのは、相居飛車あるあるで、 なんで結構相手の陣地にこう飛車の横利きでこう守りが効いてるときは結構警戒しておいた方がいいというか思った以上にその飛車がこう守りに効いてたりするので結構思ったよりこう攻めが何て言うんですかね届かないことはあるっていうのをう覚えておくと結構いいかなと思います本譜相手の方は早逃げしてきたんですけども攻めの番が回ってきたので金を張り付いて攻めていきます次に3人飛車と相手玉の横に飛車を打てば罪なので 相手の方は受ける必要があるんですけども、まあ、結構受けも難しい局面ですね単純なんですけども、まあ、単純な攻めなんですけどもこっちはまあ時金もいますし攻め駒も持ち駒に飛車金と結構まあ豊富な形なのでもう分かってても受けづらい局面ですねで先ほども言ったみたいにこちらの玉はあのまだ安全な形なのでこの局面は小勢なのかなと対局中思ってました、まあ、実際形勢判断の後でソフトで見てもこの局面は こちらが小生とも言っていい局面になってます。まあ、とはいえこれ3人飛車と打たれると簡単に負けてしまうので、何か受けないといけないんですけども、まあ、受けるなら持ち駒に金銀があるので、金銀を何どこかに打って受けるのが自然ですかね。まあ、受けるならやっぱり取られない位置に受けたいと思うので、本歩3-1金と、相手の,この守りの桂馬の横ですね、あそこに金を打って受けてきたんですけども、 こちらはそこでどう攻めていくかっていう局面になります。まあ、こう、あと一押しというか、こう、あと一歩攻めていけば、こう、受けがない形に追い込めそうなところなので、そういった攻めを狙っていきたいところですね。まあ、盤上の金とと金を生かしつつ、まあ、こう、持ち駒の飛車金を生かして、こう、相手玉を受けなしに追い込めれば、勝てるっていう局面になります。まあ、その方法がどうするかっていうところですね。 まあ今、持ち駒に飛車があるんですけども、基本的に飛車っていうのは相手陣に打ち下ろして一番働く駒なので、まあなんか相手の方が受けてきたら飛車を打ち下ろして攻めるような手もメインにこう考えてました。本譜31金と打ってくるんですけども、そこでもこう飛車を打ち下ろして攻めていく手がないかなっていうのはこう意識してました。飛車は持ち駒にいるより相手陣にいる方が働くことって結構あるので、まあ本譜51飛車と打って、これが次31飛車なりと金を取って、 同玉に3二金打ちと頭金を打てば罪みっていう形になります相手の方としては結構受けが難しいですねこれだけ金とと金と飛車に狙われると受けが難しい局面になりますでこちらの玉は先ほど言ったみたいに飛車の横利きが効いてたりまあ、玉の横に金がいたりして意外としっかりしてて寄らない形なので相手の方の投了となりました3から1の方向けに 達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しい内容やご登録は概要欄からチェックしてください。よろしくお願いいたします。